フィルーピーの戦いは南北戦争の西バージニア方面作戦の一部として1861年6月3日にバージニア州フィルーピー周辺で行われた戦闘である。南北戦争の東部戦線では初の陸上における組織的な戦闘だったが重要な戦闘であるというよりも小ゼリアいに過ぎないとして軽視されることが多い。 1861年4月のサムター要塞の戦いで敵対関係が始まった後、ジョージ・マクレラン少将がアメリカ陸軍に復帰し、5月13日、オハイオ州シンシナティに本部を置く、オハイオ軍管区の指揮を取った。マクレランは現在のウェストバージニア州への攻勢作戦を立て、それがアメリカ連合国の首都リッチモンドまでの作戦に帰結すると楽観的な、 期待を抱いていたしかしその当座の目標はウェストバージニアを占領してその地域の圧倒的に多い北軍よりの住民を守ることであり北軍にとって重要な供給線であるボルチモアハイオ鉄道の運行を続けることだった5月26日マクレランはファーミントンの町近くでボルチモアハイオ鉄道の橋を焼かれたことに反応して 1> 第1バージニア不評連隊のベンジャミン・フランクリン・ケリー大佐に、その連隊と第2バージニア不評連隊のエチュー隊をつけて、ホイーリングから破壊工作のあった地域に向けて進発させ、その南西約70マイルのフェアモンドで物が減ら、川に架か,かる重要な橋を確保するよう命令した。このケリーの部隊は、ジェームズ・アービング大佐の第16オハイオ不評連隊の支援を受けた。 1> 第1バージニア不評連隊は、フェアモントを確保した後、さらに前進して5月30日には、フェアモントの南西約15マイルのグラフトンにある、重要な鉄道結節点を確保した。一方、ジェームズ・スティードマン大佐の第14オハイオ不評連隊は、パーカーズバーグの占領を命じられ、その後にこの部隊もその東約90マイルのグラフトンに進むことになっていた。 5月28日までにマックレランは西バージニアに約3000名の物体を集めインディアナ志願兵隊の指揮官であるトマス・エーモリスジュンショ将に全体指揮を任せた。南軍のジョージ・エーポーター・フィールド大佐は5月4日に北西バージニアの州軍指揮を任されており、グラフトンでその地域の徴兵を行うよう命令された。北軍が前進するにつれて、 ポーターフィールドの装備も、お粗末な800名の新兵たちは、グラフトンから南西に約17マイルのフィルーピーまで交代した。フィルーピーには、タイガーとバレー側に架か,かる大井のある橋があり、生命線であるビバリー・フェアモントターンパイクの重要な部分となっていた。フィルーピーの屋根付け橋、1852年建設、1991年再建、ケリー大佐は、 フィルーピーにいる南軍に対しに方向からの攻撃を立案し、6月1日にグラフトンに到着したモリス将軍からも認められた。主力攻撃隊は、ケリー自身が指揮する1600名であり、自分の連隊から6個中隊、ロバートイチ・ミルロイ大佐の第9インディアナ府評連隊から9個中隊、及び第16オハイオ府評連隊から6個中隊とされた。その標的が、 ハーパーズフェリーだと敵軍に思わせるために列車を使って東に進発した。この部隊はソントンの小集落で列車を降り、裏道を南に進軍し、町の後方に到着することを目指した。一方、エベネザー・デューモン大佐の第7インディアナ不評連隊がグラフトンの南西約3.5マイルのウェブスターに派遣された。この部隊はトマス・ティー・クリッテン連大佐の 第6インディアナ不評連隊及びスティードマン大佐の第14オハイオ不評連隊と合流することになっていた。この部隊はデュモン大佐の指揮で総勢1400名となりウェブスターから真南にターンパイク城を攻軍することとされた。このやり方で北軍は南軍に対する二方向行為を行うことになった。6月2日、北軍の二隊は フィルーピーを囲むべく出発した。雨の中を夜通し行軍した後に、両隊とも6月3日夜明け前にフィルーピーに到着した。モリスは拳銃を合図に夜明け前の襲撃を計画していた。訓練の足りない南軍部隊は防衛線内での安全を確保するための前哨戦の構築もできておらず、その代わりにその朝に降った冷たい雨を避けてテントの中に止まっていた。 南軍の同調者、トマス・ハンプリーズ夫人が前進する北軍を見つけて、その若い息子を馬に乗せて南軍に警告を発しに、送った。ハンプリー夫人が見守る中で、北軍の前将兵が少年を捕まえ、夫人は北軍兵に拳銃を発砲した。彼女はしくじったが、その銃撃が攻撃を早まらせることになった。北軍はその大砲による砲撃を開始し、 それが眠っていた、南軍兵を起こした。前進してくる北軍に対して、いくらかは発砲した後に、南軍兵は戦列を壊し、狂ったように南に走り始め、あるものはまだ熱気のままであったので、ジャーナリストをして、この戦闘を、フィルーピーでの競争と言わしめた。デュモン隊が橋から町に入ったが、ケディ隊は誤った道路を、北から入ったために、南軍の逃亡を抑えられなかった。 ケリー大佐自身が退却する南軍兵を追っている時に撃たれたが、ランダー大佐が自らケリーを撃った南軍兵を追いかけて捕まえた。南軍の残り部隊は南に約45マイルのハットンツビルまで撤退した。この比較的流血の少ない北軍の勝利は、若いマクレラン将軍に国民のスポットライトを当てさせることになり、間もなく北軍全軍の指揮を任されることになった。 この戦闘はバージニア州の西部で合衆国からの脱退に対する抗議の声を強めることにもなった。数日後にホイーリングで開かれた会議ではバージニア州の脱退条例を無効化しフランシス・ハリソン・ピア・ポントを知事に指名した。南軍には二人の者が重傷を負った。両者とも戦場で切断手術を受けたが、これらは南北戦争で 初めてのそのような手術と考えられている。兵士の一人は、バージニア士官学校の士官候補生、フォーントルロイ・デンジャー・フィールドだった。もう一人の若い南軍兵は18歳の大学生、ジェームズ・イ、e、ハンガーだった。ハンガーは回復後、バージニア州の故郷に戻った。彼は、独力でたる板から膝に関節のある義足を作った。その工夫がうまくいき、 バージニア州議会は負傷した南軍古参兵のためにハンガーリムを製造するよう発注した。ハンガーはその義足の特許を取り、現在ハンガーオーソベディックグループとなっている会社を設立した。2007年時点でハンガーオーソベディックグループは義足製造者としてアメリカ市場の指導的存在である。この戦闘後、ポーターフィールド大佐はバージニア州西部の南軍式を ロバートエスガーネット巡将と交代させられた。フィルーピーにいた南軍新兵の中隊は、第9バージニア不評大隊、第25バージニア不評連隊、第31バージニア不評連隊、第11バージニア騎兵隊及び、第14バージニア騎兵隊など様々な部隊に組み入れられた。ウィリアム・ジェンキンス隊員が指揮するバーバーライトハウス騎兵隊は、 フィルーピーからの撤退後に解体された。北軍の新兵として戦闘に参加したアンブローズ・ビアスは、後にジャーナリスト、短編小説家となり、痛烈な皮肉、風刺で知られることとなった。ビアスは、戦いの20年後、自助伝的断片、あるアまでにおいて、次のように記している。我々はこの貴族的任務、再現のない軍隊的雰囲気に身を任せた。 我々の何人かは上着のボタンを止めずか身をくし削らないままにするところまで行った。我々は戦ってもいた。この戦争で最初の戦闘、フィルーピーでは南軍兵の足を打った。ローレルヒルやキャリックスフォードでは一ダースもの兵士を失った。敵が我々から逃れるためにどこへ逃げ出したかは神のみぞ知る。この引用はもっと悲惨な経験をしたビアスとその 仲間の子三兵が最初の戦闘という呼び方を尊重したに違いない皮肉を示している。ありがとうございます。